長年にわたる人類の福祉、世界の平和、国連への協力や国際親善に対する貢献などの功績が認められ、勲位1等旭日大綬章が天皇陛下より拝授されました。本日は勲位1等旭日大綬章、賢くも天皇陛下からご親授賜りまして、誠に嬉しく思い、心からお祝いの言葉を申し上げたいと思います。それと同時に、先日5月4日にますますご総研に、お誕生日を迎えられたことも私ども嬉しく存じておりまして、これにつきましても心からご祝辞を申し上げます。おめでとうございます。日本の勲位等前には瑞宝章勲位等をもらってるけれども、世界からもね、大軍位までもらってるけれども、まだ特に世界157カ国が集まって作ってる世界最大最高の国連からね、最高のものをね全部もらって、日本の名誉信用を世界一にした。しかし僕は自分個人でもらったんじゃない。それはファンの皆さん方のね、尊いお金を僕が生かして使って、お釈迦さんがキリストさんでもどうにもできなかった何万年前からあった空気電車にする天然痘を撲滅してしまった。またさらに雷病ね、ハンセン病、それに今度はまたエイズもやっつけにかかる。だからその功績は船券を買ってくださったファンの皆さん方のご功績である。その他は僕が会長やっておるモーターボート船舶振興会、日本人原子力振興会、ゲートボール、空手剣道ね、そういう僕が会長やっておる2800万人以上の会の役職員並びに会員諸君の功績も認められて、たまたま僕が会長やっておったから民代表でお受けいたします。今後ともね、僕は藩の皆さん方の大切なお金をね、これを生かして使って、そうして世界を救おうとしています。